でちょっとライブの話していい？ライブの話、あのたまわりのライブとかゼップのライブとか来てくれた人いましたか？皆さんいましたか？いやめちゃくちゃ久しぶりでさ、セットリストどうだった？あのまふまふ久しぶりのライブとしてはかなり頑張ったというか、あ最高でした、ありがとうございます。なんかさ結構こう会えるタイミングが少ないから、もう来てくれるタイミングになんか自分のなんか最高潮みたいなのを見せたくて、でなんかまさかの脱法ロックとかさあったんだけど、なんかさずっとね脱法ロックきついなと思ってたの。だけどね、ゼップの4公演目を終わるときは脱法ロックが一番安心して歌える曲になってた。他のなんかもっとこう叫んだりしない曲の方がなんかこうピッチがブレたりして、あれって思って、なんか意外と勢いよく行く方がいけんのかなみたいな。わかるわかる、そうだよね、なかなかでしょあれ。どうだった？やばかったでしょあれ、マジ。僕もね、あのね本当に歌えんのかなと思いながらね頑張ったんだけど、原曲キーロキのねうわーってやつも本当に気持ちよかったね。なんかたまりでさライブしてさ、すごい開放感あってすっごい大きくてさ、なんかあーまだ自分のこと自分に期待してくれたり応援してくれたりする人ってこんなにいるんだなっていう嬉しさみたいなのを感じたのと、ゼップでライブした時に、あそういえばこうやって始まる時にさグイーンってリフトで上がるとかそういうのもなく、舞台袖からスタスタスタって歩いてきて歌うみたいなこと、これがでも昔は普通だったよなっていう気持ち、あとみんなの顔奥の人まで全員見えるみたいな、ああいうの見ててさ、なんかこの気持ちやこの感覚は一生忘れないでいたいな、一生おごらずに一生謙虚にいたいなと思いましたね。本当にすごい楽しかった、ありがとう。ソロのライブの予定なんてないけど、 ATR のライブの予定とかこの辺でやりたいねみたいな話なんかさ最近してるから、またあるとしたらその時は遊びに来てみんな絶対楽しいものにするので、今年はソラマフ浦坂やんのかな、やりたいな、僕はやりたいって言ってるんだけどどうなんだろう。いやちょっと提案してみるわ